手柄を横取りにされた感じだわ。これが早い者勝ちというものかしら。まったく、この恨み覚えておくわ。うん、そうよ。ここの異変に気づいて急いで駆けつけてきたのに、君がファデュイを追い詰めてるんだもの。手柄を逃した上に、私が加勢していなかったら、全く無関係の人間になり下がってたところじゃない。でも、怪我がなくてよかったわ。こんな大勢のファデュイと戦うのは大変だったでしょ？何言ってるかあんまわかんないけど、オイラたちのことは心配してくれてるんだよな。ありがとう。は？どうして憎むべき相手を心配しなきゃいけないの？でもさっき、怪我がなくてよかったわって。あれは、もし君たちが怪我をしていたら、手柄を横取りされただけじゃなく、私がモンド城まで君たちを運んであげなきゃいけなかったでしょ？そんなことまでさせられた日には、屈辱で君を仇として見ていたところよ。そういう意味だったのかよ！ええ、そうよ。やっぱり、なんだかおかしいと思ったんだ。まあ、話が通じないとまではいかないけど。初対面の人に対しておかしいだなんて、貴族どころか普通の人から見ても無礼だと思うけれど。それよりも、どうして私の名前を知っているの？その礼儀のことと関係してるんだ。こいつはセピロス騎士団の栄誉騎士で、オイラたちはシューベルト・ローレンスっていう貴族を調査してるんだけど。でもその人は礼儀にすごくうるさくて、全然話を聞いてくれないんだ。なるほど。あの人はそういう人なの。私の叔父よ。でも、どうして彼の調査を？なるほど。本当にいい度胸をしているのね。私の目の前で一族の悪口を言うなんて。また私の恨みを買いたいのかしら？違うぞ！神団長の依頼なんだ！それに、まだ容疑の段階だからな。モンド城の人々には、ローレンス家は悪者に見えるもの。そういう噂が出回ったっておかしくないわ。確かに。昔残酷な支配者だったらしいから、評判もかなり悪いよな。君もそんな風に考えていたのね。その言葉、忘れないわよ。え？そっちが先に言ってきたのに！面白いわ。初対面の人に3回もこんな感情を抱くなんて。こんなに面白い人と会ったのは久しぶりよ。私を訪ねたのは、ローレンス家の礼儀作法を学んで、私の叔父と打ち解けるためよね。お、アンバーの紹介で来たんだ。問題ないわ。今からでも教えてあげる。とりあえず、モンド城へ戻りましょう。人がいるところの方が練習になるから。それとこれとは別よ。代理団長の依頼や、アンバーの紹介なら、私も無視はできないわ。